こんにちは、エヴァとたけしです。今回は、泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、不安になったり、怖くなるのが楽しいというテーマでお話ししていきたいと思います。自分の好きなことを自分にやらせてあげると心が満たされます。自分がやりたいと思ったことを行動に移すと満足することができます。 人生とは生きている時間のことです。自分の好きなことを自分にやらせてあげるという体験を積み重ねることで人生が充実していきます。やりたいことをやって心が満たされるという体験を積み重ねることで人生が豊かになっていきます。幸せな人生を送るためにはできるだけ多く自分の好きなことをするというのが原則です。そんなの当たり前じゃないか。 と思うかもしれませんが自分のやりたいことをやらないで自分に我慢をさせてしまう人が多くいます失敗したくないから損をしたくないから傷つきたくないからとやりたいという気持ちを行動に移すことができない人がいます失敗を恐れて何もしなければ平穏な日々を過ごすことができるかもしれません損することを恐れて何もしなければ 騙されたり、裏切られたりすることがないかもしれません。傷つくことを恐れて何もしなければ、批判や拒絶や嫌われることを避けることができるかもしれません。しかし、それらを恐れて何も行動を起こさなければ、すごい楽しい、すごい嬉しいといった素晴らしい体験をすることはできません。何も行動を起こさなければ、辛いことも苦しいことも、 楽しいことも嬉しいことも起きない平坦な人生になります。自分を満たすためには行動を起こす必要があります。行動を起こせば悲しくて辛い結果になることがあります。しかし行動を起こせば楽しくて嬉しい体験になることもあります。行動を起こせばネガティブにしろポジティブにしろ感情が大きく揺さぶられます。 何も行動を起こさなければ、心が大きく揺れ動くことはありません。心の揺れが少なくなれば、感じることが少なくなる、つまり退屈になります。やりたいという気持ちを抑え込むたびに、感じない時間を作ることになります。感じない時間が増えれば増えるほど、生きることがつまらなくなっていきます。ということで、幸せな人生を送るために、何か特別なことをする必要はありません。 ただ自分の好きなことを自分にやらせてあげてその体験を感じればいいだけです。嫌な気持ちになりたくありませんと心をガチガチに固めてしまわないように気をつけてほしいと思います。やりたいことを自分にやらせてあげて泣いたり笑ったり怒ったり悲しんだりといった豊かな感情を感じることを楽しんでいきましょう。今回も 最後までご視聴していただき、ありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。